毎度こちらです、こちらも 135mm ですが 2.8 のゾナになります。キャップがついてます。前後キャップですね、こちらも AE ですが、ジャパン AEJ ですね。 AE のジャパン、これもマウントは黒いままですが、ちょっと擦れてますね。まあ別に悪い状態ではないと思います。引き出し式のフードですね。135の 2.8 ゾナになります。まあ、だいぶコンパクトですね。135の2と比べますとコンパクト。まあ、外観まあまあですが、多少こういう角のところが擦れた感じはありますね。フードはへこみなどないです。135の 2.8 のゾナ、これもまあ古いですね。613万台、緑のコーティング、これも綺麗です。それでコードをうるさいこと言わなきゃ全然綺麗な状態です。ペンライトで見ると、まあ多少ホコリみたいのは見えますね。ただ、まあ、このように抜けてます。表面多少なんか汚れはあるようですが、まあまあまあでしょう。十分実用になると思います。ゾナーは非常によく映りますね。やはりね、重たいです。多分塊が入ってるはずなので、この当時のゾナーはですね、まあ、悪くないですが、まあ綺麗とまではちょっといかないかなって感じですね。まあ綺麗な中古って感じだと思います。サイズゾナー135の 2.8、 もちろん T スターになります。ヤシカコンタックスですね。まあ今アダプターありますのでね、デジカメに使うにはまあマウントはあまり関係ないと思いますが、ヤシコンになります。